メタリカはアメリカ合衆国出身のヘビーメタルバンド。1981年に同国西海岸にて結成。1990年代に全米アルバム総売り世界中で2019年までに世界中で1億2000万枚を記録するなど世界的に最も成功を収めたメタルバンドとして知られる。グラミー賞8回受賞。2009年ロックの殿堂入り。 ローリングストーン氏選出、歴史上最も偉大な100組のアーティスト第61位。同読者選出、最高のメタルバンドベスト10第1位。ウォールストリートジャーナルの史上最も人気のある100のロックバンド8位。ラーズの友人であるサンフランシスコ地区、メタルプロモーターのロンクインターナが新しいメタル雑誌の名前をラテン語で、 金属を意味するメタリカにしようとした際、ラーズがすぐに別の名前メタルマニアを提案し、メタリカという名前は自分とジェームズが始めたバンド名にすることを決めた。スラッシュメタルというジャンルの先駆者としても知られ、1983年のデビュー作キルエムオールではダイヤモンドヘッドなどのノアブムとモーターヘッドの両者の影響を存分に受けた。 ハードコア的でもあるバイオレントさの応酬するスピードメタルの作品。1984年の2作目、ライド・ザ・ライトニング。1986年の3作目、メタルマスターでは、叙情的なフレーズを盛り込み、楽曲に構成を持たせるようになった。1988年の4作目、メタルジャスティスでは、複雑な表紙の楽曲にチャレンジする。 1991年の5作目、メタリーカでは、スピードよりもグルーブを重視した作風に変化し、当時のヘビーメタルにとどまらず、後のニューメタルや、ラウドロック等のロックシーンに、多大な影響を与えた。このグルーブへの系統は、1996年の6作目、ロード、翌1997年の7作目、リロードにおいて決定的となり、 メンバーの音楽的なバックグラウンドを反映させた多彩なアプローチを盛り込んだオルタナティブロックに傾斜しヘビメタルシーンにおいて広く影響を与える作品となった。1998年にはカバーアルバムガレージインクを発表。ダイヤモンドヘッド、シンリジー、レーナード・スキナード、ブラック・サバス、ミス・フィッツなど27曲をカバー。 ライブではいずれかの曲をよく披露する。2003年のグループショット8作目、セインとアンガーは2017年現在になっても彼らのキャリアの中で異色のアルバムであり大きなターニングポイントとなる作品となる。ほとんどがドロップ C のチューニングで演奏し非常に重く仕上げられている。全曲を通じてギターソロがなくリフだけに徹底して作り込まれている。 制作当時はベーシストが不在で、リロードまで在籍していた、ジェイソン・ニューステッドが脱退し、ロバート・テルージロが加入する直前であったため、プロデューサーのボブロックが弾いている。旧作目アルバム、デス・マグネティックでは、リック・ルービンをプロデューサーに迎え、ロバートが参加する、初のアルバムとなる。このアルバムからの曲が、ライブで演奏されることは、ほとんどない。スラッシュメタルに回帰した。 とメンバーは語っており、初期のような疾走感を強調した作風である。2008年のグループショットロバートは、語源ベースをフィンガーで演奏するスタイルで、バリエーションの広い表現が盛り込まれ、シンプルなリフが多く、プロモーションも手助けし広い分野でのアーティストから高く評価される一枚になっている。2011年に、ルーリードと共作のアルバム、ルルを発表。 全曲を通じて、メタリカのヘビなサウンドに、ルーの独特な歌い回しを乗せるもので、昨今のロックシーンをリードした人物同士によるコラボレーション作品として高い評価を得ている。またこのアルバムでのサウンド作りは、その後のアルバム、ハードワイヤード、ツーセルフデストラクトの基盤になった。2016年に10作目。 ハードワイヤードとセルフディストラクトは前作よりもシンプルなリフ構成で作られストレートでキャッチーなリフやメロディの楽曲が多く発売から数ヶ月間で全世界140カ国の音楽チャートで1位を記録したまた2015年12月に他界したレミーキルミスターへ捧げたマーダーワンも収録歌詞の題材は事故の内面や死、孤独、狂気 各戦争、司法システムの矛盾、表現の自由などシビアな内容が多く、その中で文学作品や映画からのインスパイアも少なくない。レッドホットチリペッパーズのフリーは、彼らは、どのピースラブバンド以上に人々を一つにしたと評している。ダメージド・ジャスティス・ツアー・ US ・イリノイ公演 UK ・ロンドンのーアリーナ公演2017年の グループショットデーブムステインシボツチスウェーデンにある、クリフのボヒジェイソンニューステッド。ありがとうございます。